日清のドリッチどん兵衛全部のせい。何が入ってます？はい、ふっくらお揚げ、ジューシー牛肉、サクサク天ぷら。多分牛肉は珍しいと思います。これすごく話題になってました。期待できると。今まで乗せてなかったんだ全部って感じですけど、入れ物もなんかちょっと分厚く豪華な、豪華にいろいろ入ってますよ。入ってますよ。じゃーん、一個。あれ、じゃあの中に入ってるか。中に入ってる天ぷら。あとから入れるから。そう、後乗せって書いてある。直前に入れろって。牛肉が気になる。どんな感じか。じゃあちょっと中開けて見てみますか。はい。肉どこ。あった、こっちこっちに見えます。床の方に行ってるかもしれないですね。そうですね、これはお湯を入れてみないと分かんないかもしれない。これ5分って書いてありますよ。はい、5分経ちました。あ、でここからはちょっとせっかく英語が喋れるということで、英語で試食レビューをしてもらいたいと思います。全部英語にしてください。もう今から。はい、もう日本語喋っちゃダメ。じゃあ開けますよ。美味しそう。Can I just open it? I can just put this on it. もっと大きい声。で、どうすればいいんだ。日本語めちゃめちゃ喋ってます。難しいです。What's that? 七人。これどん兵衛でやったら難しいじゃないですか。ちょっと普通にやる。ダメだ。ギブアップ。ギブアップ。ちょっと難しい。あ、カメラ見えますか？載せました天ぷら。では皆さん実食。いただきます。あ、肉美味しい。肉美味しい。味しっかり。お揚げも美味しい。天ぷらサクサク。割と今つゆにつけたんですけど、麺は普段通りかな。うん、麺と味多分普段通り。うん、美味しい。肉めっちゃ甘いんですよ。うん、お肉はお肉でちゃんと味付けてこれに入ってたから、ね。うん、いや、よく作りますね。うん、そんな、だって乾燥してたんですよね。うん、値段はですね、税込み311円。あ、ちょっとやっぱまあちょっと張りますね、普通のラーメンに。どん兵衛のラーメンとかに比べたうどんが税込み184円。1.5 倍ぐらい。そうぐらい、うん、かな。95点。うん、あ、英語で言って95 points. Why? Why? Because, first of all, the taste is good, it's volumey, and everything's, it's perfect. So that is why I give it 95 points. Thank you. How about you? What did you say? How about you? 90 points. So many points.入れなくていいからって思っちゃうんです私は。なんで？私的にあの味とあの値段がドンピシャだった。まあけど牛肉は欲しいかもって思う。ああ、ということで、まあ結構満足度は高めなので。そうですね、視聴者の皆さんにもおすすめできる商品ということでいいですか。はい、You should try this. Bye. というか全部のせっていうのはいろんなトッピングがもうたくさん用意されてる中で全部入れましたよってことですけど、まあ細かいことはあんまり気にしないで